そんなって、あ、ちょっと待ってください。3000、え、950もある？この間3900ありましたね。なんか4キロに近づいてきてるね。すごい。この通院がいいんでしょう。そうか、じゃあこの間29か。何グラムか30。まあね、ほぼ30だね、はい、確かにあの毛づやが良くなりましたよね、パッと見の。そう、カサカサしますもんね、うん、脱水がすごいと。そうで、こう、まあ、今もさ、決して普通じゃ遅いんだけど、もっとじわーっと戻ってますよね。それするとき、他の猫と比べます。そうね、他にいるとね、元気な子はさ、スッと戻りますよね。で、まあ、これ場所にもよるんですね。この辺だと早いんで、でも遅いよね。この辺はちょっと遅いんだけど、の残らないですね、若い子は。うん、もうそう、若い子はね。小太郎さんなんか手ぶてたのに、たまに。そうなんですよ。でも、あのそうやってピュピッとつまんで戻る感じを、かなりそれは高度な身体検査であるんですよ。聞きましたので、たまに若い子が近くにいるとやってみます。そうやると違いが分かりますね。違いが分かります。耳だけ見てると分かんないんだけど、はい、一応ね、23、24もね、やってはいるんですけどね、午前中の10時から。そうですね、私があっちで働いてるんだけど、自分が来れないので。まだでもその時間帯はね、混む。そうですね。土曜日となんか最近、日曜日、祝日はなんか混みますね。で、だんだん日も明るくなったので、別に普通の日の、今でも明るいので、前は5時っていうと真っ暗じゃないですか、ね、自転車だからちょっと。なんかもうだいぶ明るいので。まあ、夏にはなんとか、冬の方が大丈夫ですね、自転車ね。もう夏に、ね、逆に何でも漕いでるとだんだん暖かくなってきます、ね、多分よりより夏はもう夏の方が無理ですよね。きついですね。この子たちには夏の方がいいかもしれないけどもうこの辺来ると皆さん電動自転車ですもんね、本当に。じゃあそうですよね、あれは。もうそんなパッと見てわかりますんで、ね、いや、めっちゃ早いですもん。あ、私がヨタヨタで運転してるさ、さらからね、はい、で、今、こんちゃん200で行きます。こんたくんこんたくん今日もコップ合わせ30g、あ、そっか、2本になってるんだね。はい、70です。今日も呼吸合わせようね。で、少し入れ隠れとった引き出してきた上には上がれないのでさすがに老猫で呼吸合わせようね、今日も。で、ご飯そう、ね、案外早く食べるんだよね、これ呼吸合わせようね。いや、なんか欲しいって気に入らないと、昨日でも汚い手を顔につけてくるので、あ、なんかちょうだいですね。そう、人取り上げてるんですけど、缶詰も嫌だと食べる。だからもうKD とかだったら無理です。くんちゃん、くんちゃん、こたくん、あ、そうか、この間粉出したじゃないですか無理あれ、はい、無理だよね結構な量ありますね。いや、ご飯に振りかけて食べてくれるんだったらいいんですけどね。ちょっと別のませるのはちょっと量が多いから無理ですよね、あれは。
前の時も缶詰もらった時なんですごい匂いいいじゃないですか。それでもやっぱり食べなかったですもんね。前もらった薬の中に少しだけ入れてもらう。ああ。鼻がいいんだよね。こちゃん。このままでいいかな。今さら使う。いや使わなくても全然いける。入れ替えてるもんね。こんちゃん。こんちゃん。しとこう。こんちゃん。いいね、こんちゃん。相性がいい。これにするね。ちょっと一個だけ差し置いて。アイシャガーこちゃん一番低い時が3700まで下がってたから、はい、ね、3950って250ってすごいですね。そのままかなと思ったら、ね、現状維持になったのでさすがに1週間の1回の点滴は下がりません。200入りました。はい、じゃあ進んでいきます。